よし育造型文学部。メンバー限定動画配信中。あなたもメンバーになって限定動画を見よう。よし育造型工学部というのは私の造語です。最近、建築学科と情報学科だけで法学部を名乗る大学が増えてるんですね。別にそれが悪いとは言ってません。ただ、本来工学部にあってほしい要素がねということで、これを よし育造型工学部と名付け、要はあ機械もねえ、電気もねえ、土木もねえ、おもねえ、なのに工学部、建築と情報だけ、そういう学校のことをよし育造型工学部と呼んでます。別に悪いとか言ってるんじゃありませんよ。そうしたらですね、視聴者の方からよし育造型文学部があるじゃないかという話をされまして、言われてみればそうだ。要は学科が少なすぎる文学部。 よくあるのが、英文学科を国際学部にしちゃって、日本文だけ残っちゃったみたいな大学。よし、育造型文学部があるなと思いました。ただし、幅広い学問分野を一学科にしている大学は話が別です。その、国立大学によくある文学部人文学科とか、早稲田や関西大みたいに、文学、哲学、歴史、あらゆる要素を巨大な人文学科一つにしてるっていう大学は別で、 よし育造型文学部っていうのは、概ね、国文しか残ってない大学ですね。武蔵野です。武蔵野大学の文学部って、日本文学文化学科しかないんですよ。英文学の方をグローバル学部にしちゃって、お台場の有明に持ってっちゃったんですね。また、もともと女子大なんで、正直、国文、英文しかないんですよ。例えば歴史学科がなかったり、 心理学科がなかったりするわけで、武蔵野大学、総合大学で良いと思うんですけど、個人的には日本文学文化学科が1学科だけというのはあまりにも寂しいと思います。まあ、規模も大きく充実した日本文学文化学科なんですが、何かもう1学科ぐらい欲しいなと。これは日本文学文化学科の責任じゃないんですけどね。札幌の北西学園大学、キリスト教系大学なんですが、なんと、 英文学科しかないという状態だったところで、えー、後から心理応用コミュニケーション学科を作りましたが、ここですね、英文と、えー、福祉系と経済系しかないという、総合大学というにはちょっと殺風景な学校でして、現状、文学部こんな感じです。で、まあ、日文がない、歴史がない。で、心理なんですが、福祉の方にもあって、なんかこの、 英文と心理しかない。寂しいなっていうだけなんですけどね。愛知淑徳大学、英文も出てっちゃって、教育も学部化しちゃって、なんと国文だけになりました。ええー、ええー、まあ分かるんですけどね。僕意外と中京大もよし育造型文学部だと思ってて、えー、歴史学科はつい最近作りましたが、 日本文学科と言語表現学科は日本文の中の創作系が独立したもので実質日本文学科です。英文は国際学部になっちゃったし目玉だった心理も学部化しちゃいなんかおいしい要素がないというかですね中京大学の文学部あまりに規模がちっちゃいなと寂しいなと個人的には思いますね。奈良県の 手塚山大学が現在日本文化学科だけになってますが恐ろしいことにここは不人気の英文は募集停止で撤退しましまたなので国際学部とかはありません。というわけでよし育造型文学部でした文学部英文学科はすぐに国際学部になりたがるしなったらなったで受験生来るんですけど残った国分だけがよし育造型文学部になるのはしいなっていう話でした。